どうもこんばんは、ゆるたまです。今回なんですけど、テンスラコラボのリムルテンペスト、こちらの方をテンマ6で使っていきたいと思います。まあ僕ね、2体確保することができましたので、艦隊ではないんですけど、そちらの方を使っていって、まあ強さの方を見せていければなと思います。で、リムルテンペスト、まあカタログね、発表された瞬間からもうね、スペック的にはこれテンマの6と1で強いなっていう風な形で言われていました。で、実際使ってみたんですけど、めちゃめちゃ強いです。あのね、マソとピリカ、天魔1で言うとマソ、天魔6で言うとピリカなんですけど、これね、マソとかピリカ抜くぐらいで強いです。なので天魔6と1ですっごい苦戦してて、マソいないよ、ピリカいないよって人は、まあ、いてもね、引きに行ってください。それぐらいめちゃめちゃ強いキャラクターとなっております。で、じゃあね、何が強いかっていうところを紹介していきますと、まず友情コンボがめちゃめちゃ強いです。チェーンスフィアなんですけど、これね、本当にね、ボスがゴリゴリ削れます。ザコも削れるし、ボスも削れる。で、プラスアルファもう一個強いとこ、二つ目なんですけど、ストライクショット。これがね、自強カバー率がめちゃめちゃ高いっていうところと、割合がね、めちゃめちゃ強力なんですよ。っていうとこもあって、こちらね、ここって天魔6特にね、ラストゲージなんですけど、ピリカのストライクショットでもね、あー、なかなか削れないなーってすること多いんですよね。なんですけど、もうそういうのもね、度外視して割合で削れるので、めちゃめちゃ優秀です。はい。っていうところもあって、あとはね、回復もついてたりとか、バリアついてたりとか、あとはね、その他、アビリティもりもりついてますので、そういうところもあって、他のキャラクターより、ね、トップ、春レベルで、天魔の1と6で強いキャラクターとなっております。はい。で、まあ、普通にね、リムルテンペストなんですけど、まあ、今なんでこんなにね、引けばいいっていう風な形で押してるかっていうと、マゾとピリカ狙いに行く場合っていうのは、マゾだとオリトラで、ピリカだと水の遊園狙いに行かないといけないんですけど、お互いね、限定キャラなんで 0.4% の確率なんですよね。で、リムルテンペストなんですけど、今コラボ来てて、ピックアップない状態で 1.2% で、ピックアップ来るとおそらくなんですけど 1.8%、コラボって毎回 1.8% になるので 1.8% になると思います。っていうところもあって、すんごいね、引きやすいんですよ、いつもより。なので、こちらね、ぜひ引きに行きましょうっていうところになります。はい。で、実際、天魔ね、1で使ってみた動画とかも、後々ね、アップしていこうかなと思いますが、今回はちょっと天魔6で遊んでみたっていうところで見ていってもらえればなと思います。で、本当に、ま、天魔6って何がしんどいかっていうと、削りなんですよね。ザコとかボスとかの削り、これがしんどいんですよ。なんですけど、本当に友情だけでボスもね、削れるし、SS ね、困ったら SS ね、打てばいいので、全然ね、そういうところもね、安心して打てるってところがすごい優秀なポイントになっています。はい。で、このキャラクター自身もバランス型っていうところもあって、ラックスキル、クリティカルっていうところもありますので、そういうところもすごい優秀なポイントのうちの一つではあります。はい。てな形で、本当にね、艦隊であれば多分ね、天魔6ヌルゲーできるんじゃないかなっていうぐらい強いキャラクターとなっておりますので、まあ、引けた方はね、ぜひ天魔で活躍させてみてください。はい。で、こちら、リムルテンペストなんですけど、まあ、普通にこういう風にね、挟まっていっても、それなりにね、火力出ますし、まあ、結構ね、火力も申し分ないですっていうところです。はい。ねえ、こことかも友情コンボ出しながら、普通にね、縦金削っていくことで、どんどんね、友情コンボがえげつないんですよ。笑う。マジで笑う。なので、これぐらい優秀なので、友情コンボ、まあ普通に挟まって友情コンボで削るっていうこともできます。なので、SS 温存することも全然いけますね。はい。で、まあボス戦、こっからボス戦なんですけど、まあ強さをね、見せていきたいなと思います。で、結構ね、友情雑に打っても強いんですよね。で、今、40、50とかも打ってないじゃないですか。これね、打たなくてもね、余裕全然できますね。で、HP とかも普通にね、回復とかもあって、結構ね、天魔6って HP カツカツになることあるんですけど、そういったところも担保できますので、敵倒すとね、ソウルスキルで HP 回復できますし、もともとね、回復のアビリティも持ってますので、こういったところでもめちゃめちゃ優秀になってきます。でね、普通に暴れるだけでもチェインスフィアがね、ボスの近くにいるとゴリゴリ削れますので、すごい優秀です。はい。で、まあ一番ね、いいのは、まあ普通にリムルテンペスト読んでいくのもめちゃめちゃ楽かなと思いますが、一体ね、ネプトゥーヌス挟んでも全然いいかなと思います。むしろね、ピリカもいらない。マジで。これ言うと、ピリカのファンとかに怒られるかなと思うんですけど、僕はピリカね、もういらないと思いました。それぐらいね、強かったです。
はい、こことかも、まあ、今ね防御ダウンがないので、まあ、普通にね、配置とか横貫していくっていう風な形になります。で注意なんですけど、これチェーンスフィアが強すぎて、ここね天魔6で言うとロボット雑魚を早めに倒してしまうっていうところだけですね。ここだけ注意してください。はい、ここだけ注意すれば本当にねリムルテンペスト全然ね問題ないぐらい強キャラなので、間違いなく本当に今引くべきキャラクターナンバーワンかなと思います。多分ねこれねしばらくなんですけど、リムル以上のキャラクター、天魔1もいけて天魔6もいけるようなキャラクターって来ないと思います。なのでぜひね今のうちゲットしておきましょう。あのキャラクター知らない人でもねスペック優秀なんで、本当にねそれぐらい優秀でゲットしていいキャラクターとなっております。はい、でここあとは横貫して抜けていくっていう風な形で、まあ全然ねこことかだったらピリカ艦隊とかだったら一発ピリカ撃とうかってなることが結構多いかなと思いますが、撃たなくて済んでるじゃないですか。もうこれはね友情コンボのおかげですまあ殴りで削った部分もあるんだけど、友情コンボのおかげもあります。はい、でこれセカンドステージとなっております。でここのここで一発撃ちましょうか。一発ねストライクショット打っていきましょう。でこれ2段階なんですけど、ストライクショットね自強化倍率めっちゃ高いっていうのと、割合がね敵全体に飛んでいきますっていうところもあってめちゃめちゃ優秀です。最低保障のねところもとあるので、まあそういった形でねこれ SS 打っていきます。これね自強化倍率で多分飛ばすと思う。はい、オッケー。クリティカルも出たけどめちゃめちゃ優秀じゃないですか。でこれちょっと倒しちゃったんで、雑魚がねなかなか削れない可能性があるんですが、まあそれでもね全然 OK でしょうっていう風な感じかな。しっかりとね雑魚処理しながらやっていきたいと思います。はい、多分上だけ残るんじゃないかな。でこれねリムルテンペストなんですけど、バリアついてるじゃないですか。でバリアついてるおかげでこれね痛い攻撃とかもある程度カットできるんですよね。こういうところがめちゃめちゃ優秀ですね。でこれね本当にね全てが噛み合ってるね。バリアとリムルテンペスと副友情コンボでね爆発持ってるんですけど、これ爆発っていうところと、あとチェインスフィア、あとバリア回復っていうところで、本当にねこの天魔6と天魔1をクリアするために作られたキャラクターじゃないかなっていうぐらい強いです。はい、でこれね削れないんですけど、バリアあることで耐えるんで全然ね余裕あります。はい、これもね本当はねボス先に削っちゃったからダメなんだけど、これねバリアあることで耐えるので全然ここは余裕です。HP もね全然耐えるしね、耐えるというかまあ余裕なんでね、バリアあれば。はい、でこれバリアで見といてね、バリアで耐えるっていうところも見せます。はい、本当は即死なんですけどしっかりバリアあることで耐えていきます。はい、でこれ縦貫で突破ですね。で次のターンにリムルテンペスト開幕打っていきましょうか。打っていって、まあどんぐらいねボスに入るかってところですね。ここラストゲージなんですけど、ランスロー X とボスが HP 共有してますので、多分ね共有ダメージも含めて割合めっちゃ入るんじゃないかなと思います。はい、これストライクショット、ちょっとどういう風に打とうかな。斜めに打っていってっていう風な感じでいきますか。はい、これストライクショット打っていきます。で最後 4P のリムルテンペストで適当にストライクショット打ったら終わりかな。はい、これストライクショット打っていきます。いやこれやばいないやちょっと待って、これどんぐらい入る。結構入ると思うんだよね。ちょっと見とくね。やばいわいや、これね、本当にラストゲージ今までね、まあまあしんどくて、ロイドとかが強いよって言われてたんですよね。なんですけど、完璧にピリカ、ロイド、で、デイゴだね。デイゴ。あとは、もう一体なんかいたと思うんですけど、死にましたね。本当に強すぎてお亡くなりになりました。はい、これ、撃っていきます。まあ、これも適当に撃って、最悪ね、下入り込んでもドレインで回復するんで大丈夫ですよ。はい、OK です。で、次、リムルテンペスト余裕あるので、まあ、しっかりとね、まあ、こういう風にね、挟まっていきながら、挟まれればいいね。あ、挟まれなかったけど、まあまあ、これは全然 OK でしょう。で、残り1体になったんですけど、これ割合だけで、まあ、ダメを触れて死んじゃってもいいんで、できればね、あんまり殴らない感じで、行きたいと思います。はい、ストライクショット打って、多分これでフィニッシュですね。いや、これ楽すぎるな。いやね、本当にね、まあ、1でも6でもね、強いキャラクターなんで、ぜひね、引いてみてください。結構ね、最後の方雑に適当に言ってるじゃないですか。これでも天魔6のラストゲージ勝てるぐらいなんでね、本当にぬるゲーになりました。はい、これ、メギドでフィニッシュですね。
まあ、メリードフィニッシュ決めたので OK かな。はい、ということで今回なんですが、リムルテンペストを天魔6で使ってみました。艦隊で本当に使いたかったんだけど、ちょっと引けなかったんでね、一体ネプトゥーヌス入れた形にはなったんですけど、めちゃめちゃ強いので皆さん引けたら活躍させてみてください。では今回はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。